ครูเกโนไทยเรียวหรือโนเคียวชิซึโนเกเซนเซเดสเขาชื่อเราว่าอิโมโตซังเดสสวัสดีค่ะวัตชิวะกุ้งเดสไทจินเดสคนไทยค่ะโคโนชานารุวาชโกมุงกาโตทาบิโอโชกัยสเตอิมัสมินาซังยอโรชิคุโอเนไกชิมัสมินาซังคอนไกวาウキしか食べれないものを紹介しています。これはタケノコです。タケノコはタイ語でหน่อไม้。タケノコはスープも。カレーも。おいしいです。皆さん、今回は冷凍カレーのタケノコを紹介しています。じゃあ、バイ。イエーイ。材料です。タケノコはタイ語でหน่อไม้。8月から11月までたくさんあります。雨季だけ。那粉套南卡。切り方を紹介します。กลับไม่เป็นโดนเมืองขนาดคนกลับประจำยังได้เห็นด้วยนะครับしいでしょ。皆さん、頑張って一緒に作りましょう。コブミカンの葉っぱです。タイ語でバイマクルー。葉っぱをちぎりましょう。チルです。タイ語でホラパー、葉っぱをちぎりましょう。大きい唐辛子です。タイ語でプリッチファー、切りましょう。切りましょう。
昔からだいたい200、300年前今まででも雨季の時タケノコのカレーはすごく人気なメニューです。場所によって作り方も違います。北の方と東北部のタケノコのカレーはココナッツミルクを使いません。今日は作ったタケノコのカレーはチューブのカレーです。チューブのカレーはだいたいココナッツミルクを使います。もう皆さんちょっと私もうお腹すきました。いただきます。お姉さん、はい、一緒に食べてください。来て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 。皆さん今幸せの時間つきました。食べる時間でしょ。そうです。一番幸せのは食べる時間です。タイのカレーの食べ方は普通はご飯と一緒に食べます。またはカノムジーンも美味しいです。カノムジーンはお米麺です。私はご飯よりカノムジーンと一緒に大好きです。皆さんいただきます。カノムジーンにカレーをかけてください。カレー食べる時にゆでた卵と一緒に食べてください。これから混ぜます。おー、おいしそう。私は卵にカノムジーンとカノムジーンのせて、これいただきます。กินแล้วนะどうですか？お姉さん、タケノコはすごいサクサクです。ね、皆さん、カレー食べるときにゆで卵と一緒に食べてください。すっごい美味しいです。あとね、皆さん、もう一つ食べ方を紹介したいです。日本のそうめんと一緒に食べてもすっごい美味しい。お姉さん、本当ですか？お姉さん、そうめん食べたことがありますか？ないです。今日初めてです。食べてみたいです。OK、どうぞ。はい。みなさん、いただきます。おー、麺は長いですね。カノムジーンに似ているけど
そうめんの方がもちもちです。おいしいです。ね、私食べたやつは毎大です。カレーは辛いからスーすると鼻に入っちゃうよ。辛い、これも痛い。そうそうですね。そう。ない。だから注意してね。はい、お姉さん。はい。もう食べたいね。また食べたいね。お腹が空いたでしょ。じゃあ皆さん。もしカレー食べるときにカノムチンでもいいし、そうめんもおすすめです。食べてみてください。ね、皆さん頑張ってね。作ってみてください。はい、今日はサワディーカー。サワディーカー。ほっかんまいな。また会いましょう。